気合い入れてくからね。ハードル高いけど絶対に負けないから。きっとできるよ、信じてる。うんうん、はい、よっと、よし、いい感じ。はい、よっと、えい、うんうん、よし、素敵ですね。いい感じ。はい、この勢いで決める。うんうん、よし、素晴らしい動きですね。ああ、試合に生かせるかもしれない。来たね、盛り上がっていこう。ナイス、いけるぞ。はい、とてもいい。よっと、調子いいみたいだね。よかったよ。さすが頼りになるね。ありがとう。このチャンス逃さない。息ぴったりだったね。嬉しいよ。その調子です。よし、いい感じ。ナイスファイト。熱いステージですね。いい感じだと思います。よっと、フレーフレー、このまま一気に行くよ。素敵ですよ。よし、いい感じ。はい、うん、もっと見せてください。僕もあんな風に踊りたいな。さて、お相手願おう。やっと、いいんじゃねえの。よし、いい感じ。エクセレント、いいものだな、親友と見る。ミツル先輩の完成度の高さ、さすがです。なかなか面白い。ミツル先輩のオーラ、すごかったです。自信あったんだ。納得の結果かな。完璧だったな。私まで誇らしい気持ちになる。うん、今までで一番いい記録出せた。次も頑張ろうっと。おめでとう、新たな境地に達したようだな。それ桐城先輩にも言われたわ。通報だけは勘弁な。でも片付けるから手伝ってくれって、どういう風の吹き回しですか。なんだ、なんとなくだよ、多分な。スターの息抜きっつうか、急に掃除したくなる時ってあんのよ。悪いな、俺だけじゃ時間かかりそうだしさ。でも掃除しても仕方ないんじゃないですか。ここって夢ですよね。痛いとこつくなお前。まあいいや。あー、うっかりしてたぜ。だったら片付けはまた今度だわ。うん、は？じゃあ僕部屋に戻りますけど。
バカ待て、それじゃ意味なくなる、じゃねえ。せっかく来たし漫画とか読んでけよな。お前北東の狂犬読んだことあるか。世は世紀末、俺はお粗末ってやつ。ないですけど、漫画とか子供っぽいって思ってたんで。ダメダメ、全ての男の教科書だぜ。読まなきゃ一人前になれねえの。ならちょっとだけ。よし、好きなだけ読んでけ。てかほら、ここに全巻揃ってるから、なんなら部屋まで持ってけ。なんでこんなに部屋散らかってるのにこの漫画だけ全部揃って。そういうことですか。なるほど、十平さん僕にこの漫画貸してくれるために部屋に呼んでくれたんですよね。え、いや何のことだか。たまたまだよ、たまたま。素直じゃないな。分かりましたって。浜田に言われたかねえよ。ほんと面白いんだぞそれ。じゃあお前に貸してやるって言ったら素直に受け取ったか。え、確かに受け取りませんね。興味ないとか言ってたかもしれません。だろ、お前結構めんどくせえ子供だからな。純平さんって年離れてるけどなんか話しやすいんですよね。僕らくらいの年の子に人気ありそうですよ。いいお兄さんって感じで、面倒見いいし将来の仕事とかに活かせるんじゃないですか。小学生にアドバイスされる俺って一体。まあ世話焼くのは嫌いじゃねえし、なんか教えるとかはありかもな。てか天田にも後輩できたら面倒見てやれよ。純平お兄さんとの約束な。そうすりゃ女の子にモテモテだ。自然とそうなるって話。下心はちょっとしかねえよ。わかりました、純平さんみたいにきっとやりますね。うん、素直でよろしい。君は俺みたいな男になれるぞ。うん、こうなったら他の漫画も全部持ってけ。どれも男の必修科目だからな。え、いやいいですよ、とりあえずこれだけ借りていきますから。そうか。まあじゃあ部屋まで運んでくるわ。お前は好きにしててくれ。勝手に漁ったりすんなよ。